旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人黒瀬美希です。今回は会津若松市で絶対外せない観光スポット15選をご紹介します。福島県にある会津若松市は江戸時代の会津藩の城下町として栄えた会津地方の中心の町です。現在でも会津若松城、別名鶴ヶ城や白虎隊などの歴史的な観光スポットがあります。そして観光スポットだけでなく、郷土料理の小梅や伝統工芸品の赤べこなど見どころがいっぱいの町なんです。今回はその会津若松市でおすすめの観光スポットを15選でご案内させていただきます。この動画で紹介されてないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず一つ目はサザエ堂を紹介します。国の重要文化財である会津サザエ堂は、不思議な二重構造の螺旋階段が体験できるスポットです。会津サザエ堂は完成8年1796年に会津若松市の飯盛山に建立された高さ 16.5 メートルの六角三層のお堂です。正式名称は円通三層堂です。かつてはその独特な二重螺旋のスロープに沿って西国33観音像が安置され、このお堂をお参りするだけで33観音参りができると言われていました。また螺旋階段を利用して上り下りが別の通路を使う一方通行により、安全に大勢のお参りができる珍しい建築様式にも注目です。続いては鶴ヶ城天守閣を紹介します。国指定史跡の鶴ヶ城天守閣は、白虎大使も見た国内唯一の赤瓦の天守閣です。鶴ヶ城はおよそ630年ほど前に城の前身ともなる東黒川館を築いたのが始まりです。戊辰戦争ではおよそ1ヶ月に及ぶ激しい攻防戦に耐えた名城として知られています。明治7年に取り壊し、昭和40年に再建、平成13年に天守に続く建物御神櫓などが江戸時代の工法技術を用いて復元されました。天守の内部は博物館になっています。平成23年には赤瓦への吹き替えが完了、幕末当時の姿が再現されました。続いては末広酒造嘉永蔵を紹介します。末広酒造嘉永蔵は、美味しい仕込み水と同じ水が湧く大地に育つ酒米にこだわる酒蔵です。街歩きの途中で気軽に立ち寄れる便利な立地にある本格的な酒蔵。4つある蔵の中で最古の京蔵は現在改装されておしゃれなカフェになっています。名酒の仕込み水で入れたコーヒーや大吟醸を使ったシフォンケーキなどの酒蔵らしいメニューが味わえます。伝承される匠の技が融合した本物の酒に出会える空間で、試飲をしながらのお土産選びも楽しいですよ。続いては会津武家屋敷を紹介します。会津武家屋敷は会津藩家老西郷田の物屋敷を中心に県重要文化財が目白押しのスポットです。会津武士道を中心に会津の歴史や文化の伝承と発信を担った歴史感動ミュージアム会津武家屋敷です。2300坪に及ぶ会津藩家老西郷田の物邸は、欅、ヒノキ、杉材をふんだんに使用した和洋建築の豪華壮大な造りとなっています。表門に足を踏み入れた瞬間からタイムスリップ、会津武士の生活が忍ばれますね。他に歴史資料館、精米所、県重要文化財の陣屋や茶屋などもあります。次は白虎隊十九士の墓を紹介します。白虎隊十九士の墓には、幕末の大きな時代の流れの中で戊辰に散った白虎隊の霊が眠る場所です。戊辰戦争の折、16歳から17歳の少年たちで編成されたのが白虎四中二番隊。殿口原合戦場から退却し、殿口関の洞門をくぐり飯盛山にたどり着いて目にしたのが、黒煙の中に見え隠れする鶴ヶ城の天守閣。城が陥落したと思った若き大使たちは主君の後を追って全員が自決しました。一人だけ生き残った飯沼貞吉によって白虎隊の忠義と悲運の物語が広く人々に知られるところとなったのです。次は白虎隊記念館を紹介します。
白虎隊記念館では、白虎隊をはじめとする戊辰戦争関係の資料やジオラマなどが展示されています。昭和31年会津出身の弁護士故早川清司氏が創立した資料館、戊辰戦争における白虎隊をはじめとする会津藩の悲劇を後世に伝えたいという思いから、私財を投じて資料館の創設に尽くされました。白虎隊以外にも戊辰戦争関係の遺品、遺木、写真などの数々の貴重な資料が展示されています。旧代会津藩主松平容保公、松平輝、横山経盛らの会津藩関係者や、新選組の近藤勇に岩倉朝貞らの有名諸将の資料なども見られます。次は会津松平氏庭園御薬園を紹介します。御薬園は会津歴代の藩主が眺めてきた四季の景色が見られ、日本の佇まいと歴史が感じられる庭園です。江戸時代の代表的な大名型山水庭園で、国の名勝にも指定されています。後に各種の薬草を栽培する薬草園が設けられ、御薬園と呼ばれるようになりました。戊辰戦争の際は新政府軍の療養所として使われていたので、戦火に巻き込まれずに済みました。歴代藩主がこよなく愛した庭園で、抹茶をいただきながら歴史の変わる癒しのひとときが過ごせます。続いては福島県立博物館を紹介します。福島県立博物館は昭和61年に県立の総合博物館として開館した会津鶴ヶ城の東側にある博物館です。旧石器時代から現代までの福島の歴史や文化を時代ごとに展示しています。常設展では福島県の古代から現代までの歴史、民族、自然の資料を展示しています。その他、企画展や特集展が季節ごとに開催されます。特定のテーマで収蔵品を中心に紹介するテーマ展、特別に公開する資料などを一点から紹介するポイント展などの数々のイベントも行われています。続いては天寧寺近藤勇の墓を紹介します。天寧寺は室町時代中期の武将芦名守信が建立した寺院です。裏手の墓地には新選組組長の近藤勇の墓もあります。天寧寺にある新選組の近藤勇の墓は、近藤勇の遺髪などを持っていた新選組副長の土方歳三が会津戦の際にここに仮埋葬したとされています。4月25日の近藤勇の命日には墓前祭りが開催されています。また藩主松平容保が京都守護職にあった際の国家老で戊辰戦争の責任者となり、明治2年に切腹した茅野長春とその次男郡長政の墓もあります。次は会津藩校日進館を紹介します。会津藩校日進館は多くの優秀な人材を輩出した全国屈指の名門藩校です。日進館は人材の育成を目的にして1803年に建設された会津藩の最高学府。藩士の子弟は10歳で入学して心身の鍛錬に努めました。広大な敷地には武道場、天文台、日本最古のプールといわれる水蓮水場池などがあります。新島八重の兄山本角馬や白虎隊の少年たちをはじめ、多くの優秀な人材を輩出しています。日進館は当時の施設を忠実に復元した施設、壮大な江戸建築や当時の学習の様子を観覧できるほか、弓道や座禅などの各種武士道体験などもできますよ。続いては会津新選組記念館を紹介します。会津新選組記念館は新選組関連の旧跡にほど近い場所にある、当時の空気が感じられる空間の施設です。新選組としてはゆかりの地となる七日町通りの店蔵を利用、1階はレトロ感にあふれる骨董昔屋があり、会津新選組記念館は2階にあります。会津藩や新選組の資料をはじめ、さまざまな貴重な資料を随時入れ替えを行いながら展示されています。会津新選組隊長斎藤はじめのお墓や土方歳三らが寄宿した清水屋旅館跡など、新選組関連の旧跡も周辺に見られます。続いては手作り体験広場番匠を紹介します。手作り体験広場番匠は会津を代表する張り子民芸品の赤べこの製造元です。ここでは赤べこの絵付け体験ができるんですよ。貴重な体験をして楽しい思い出を作ってください。ご家族などの個人旅行の方は予約不要でいつでも体験できます。今人気になっているのが会津の人気キャラクター赤べの奴隷の絵付け体験、他にも会津だるま、会津切り絵、会津塗りなどの体験も。
館内では様々な赤べこのグッズも直売されているので、会津のお土産にどうぞ。次は会津東山温泉を紹介します。会津東山温泉は会津若松市の奥座敷ともいえる温泉です。日帰り温泉や足湯はもちろん、レトロな雰囲気の温泉街をのんびりと散策観光するのも人気です。東山のふもとには幕末の志士たちの墓所もあり、歴史が好きな方におすすめです。民謡会津磐梯山に出てくる小原庄助さんのゆかりの地、戊辰戦争で活躍した新選組の土方歳三や近藤勇に関する史跡が近隣には多く残されています。また明治時代の数々の文人たちにも愛され、竹下夢二や与謝野晶子も幾度も逗留しています。続いては野口英世記念館を紹介します。野口英世記念館は福島県猪苗代町にある文化施設です。野口英世の生家や生い立ち、研究などを詳しく知ることができる施設。また施設の2階には博士のロボットもありますよ。世界的な科学者である野口英世の歴史を楽しく知ることができます。常設展示として、かやぶき屋根の生家、英世が1歳の時に火傷を負ったいろり、床柱に刻まれた上京時の決意の文言などがそのまま残っています。また母鹿が書いた有名な早く来てくたされの手紙や、英世が書いた美しい妻の肖像画なども見学できます。そして最後は会津小清水湧水を紹介します。会津小清水湧水は古くから名水として知られています。清水を利用した名物の蕎麦や天ぷらなど、観光客の皆さんや地元の方々に人気です。戊辰戦争では白虎隊が飯盛山で自害する前に西軍と戦った場所、歴史的な見どころも多い地域です。会津の名水として昔から有名で、旧日本松街道の休みどころとして栄えました。その名水に浸し、柔らかくしてから揚げるスルメと磨きニシンの天ぷら、清涼な土地で生産された地元のそばなどが名物です。今回は会津若松市で絶対外せない観光スポット15選として、福島県会津若松市のおすすめ人気観光スポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。会津若松といえば、やはり戊辰戦争関係の歴史的なスポットがメインですね。当時幕府軍として果敢に戦った会津若松藩や新選組、さらには白虎隊も忘れられませんね。様々な伝統の技術も今に伝わり、織物や漆器などの名店巡りも楽しいですよ。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。